ございます。おはようございます。ありがとう。おっ、近い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 。かわいい。おお、ありがとう。よかったね、ケンちゃん。よかったね。いいな。ジャップ、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 Yep. 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 Yes. はい、お待たせしました。はい、ありがとうございます。どうぞ。はい、1、2、3、1。白、そしてこれとこの胸にくっついてるのはカメラ回ってる特徴は4出ました。すごい、高橋翔平がもう完全使用感ありますけど、おめでとう。恥ずかしいけど今度の機会こちらです。はい、じゃあちょっとやりにくいっすよね。5、はい、5、白、あ、白ですね。こちらでお願いします。レッドブルーザーズブルーのロッカールームに貼った言葉です。どんなに相手が上手くても強くても、それを俺らが本気でちゃんとしたハードワークをすれば、それに勝ることができます。俺らも才能を持っている選手たちがここに集まっている。
才能を持っている人たち同士が集まってそこで戦った時にどっちが勝つかって言ったら才能の有無だけじゃなくてこれがちゃんとできるかどうかです。いい、これをちゃんと頭の中に入れよう。もうしっかり全員でハードワークをちゃんとするってことが大事。ただ頑張るだけじゃなくてただ戦うだけじゃなくて自分に負けないように自分でどれだけ自分のリミットを発せるかどうか、そういうパワーを持ってやろうね。いろんな人たちのために。で今日一番大事なのはもう何があってもこういうサッカーの話もそうだしこういう話もそうだしいろんな話もあるけど一番大事なのは今日来てくれる2500人と一緒に勝って帰れること、それだけ。それをやろう。終わった後にちゃんと2500人のサポーターと一緒に勝って帰ろうぜって、それをちゃんとやるために何しなきゃいけないのか自分で考える。自分でその時その今この瞬間何しなきゃいけないか考える。いつも言っているように目の前の瞬間、目の前の1個のボール、目の前の敵、こいつにやられない、こいつから絶対ボールを奪う、このボールを絶対ゴールに持っていく、このボールを絶対にキーパーに入れさせない、その瞬間瞬間、その一つのボール、一人の人、一人の相手、そこにどれだけ集中できるか、それが一番大事。そういうパワーを、そう選手100度のプレーをやってね、そしたら絶対結果はついてくるから信じていい。そこまでやれば絶対にいろんなパワーが出てくる。俺ら絶対俺らそんな簡単に負けるようなチームじゃない。絶対にいい試合ができる。だけどそれを相手にいい試合をする、いいゲームができる。そこじゃなくて、ちゃんと勝つっていうためにもう一個なんだよ、もう一個プレーが必要なの。いい、シュートブロックももう50センチ寄せるの。いい、クロスボールもうちょっと寄せるの。そのあと50センチ、あと1メートルが1度なんだよ、1度。99度じゃダメなんだ。いいね。それをもう本当に心に刻んで100度出そう。目いっぱい出そう。絶対にやられたくなかったらもう一歩寄せよう。もう一歩早く動き出そう。そういうのをちょっともうそのほんのわずか一度ここに集中する。それが全部自分に跳ね返ってくる、絶対に。それが全部のチームの力。そういうポジティブな気持ちでいきましょう。いいね。出来出して今から徐々に自分でちゃんと準備をして、ピッチでピッて笛が鳴った瞬間いきなりバーンとフルスロットできるぐらい、そのぐらいの準備をしよう。全員で。OK、最後。よろしくお願いします。
相手7失点しかしてないから7失点全部後半だから、まずしっかり前半耐えて後半したらチャンスあるから、あっちは OK、 手前にしろ、手前にしろ OK、 時間ないから行けよ、なんか足りないやるよ、狙って狙って、あいつは合ってる、Yeah!
つも久しぶりに出たやつも誰が出ても俺は強いから続けていきましょう。絶対に今日も間違いなく来れるのおかげだ。いいそれちゃんと挨拶してまた続けよう。本当にありがとう。ナイスゲーム。ゴラストすぎる、そうくん。あれダブルタッチでかわした？全然全然。たまたま、たまたま抜けました。お疲れ様でした。